あれでーす。今日はですね、境東、ここは。アジアアジアさんでございます。でですね、あの彼女ですが、BMX の日本代表でございます。はい、彩香ちゃん。はい、彩香です。彩香ちゃん、フルネームでどうぞ。朝日彩香です。かわいい。こんにちは。すごい、かわいい。かわいい。うざいな顔。すいません。いやいや。で、BMX って多分いろんな人があんまりよく知らないと思う。そうですね。全然メジャーではないです。でも、じゃあ具体的にどんな、どんな競技？お疲れ様でした。具体的にはモトクロスのコースを自転車で。モトクロスのコースを自転車で爆走な感じ。まあまあすごいよ、モトクロス。モトクロスはバイクですけど、それのちょっと小さい版のコースを自転車でパーン飛んだりとかしてレースすごーいすごーい。なんでそうやろうと思ったの？あのお父さんがやらせたかって。お父さん、親父の影響。コース連れて行かれて、で見てたらすごいかっこよかったので、かっこやってみたいとか。なるほど。じゃあちっちゃい時から。そう、いやでもそんなにちっちゃくない、5年生それちっちゃいって言うよね。小学生やんね。小学生の時からずっとやってみて。やってたって5歳から。すごい。いやでもぜひぜひね、オリンピック競技になるんですか。そうですね。北京オリンピックから認定されて。ぜひ行ってほしいんで、みんなで応援してください。お願いします。ぜひオリンピック行ってください。てか行く行こうか、はい、オリンピック行きます。行こうか、行こうか。私が決めることではないかもしれないけど、ぜひ。でも、今何歳なんですか。今17歳。17歳、はい、いける。じゃあ次のリオを目指して、リオで爆走してチャリキでっていう言い方をして失礼なのかもしれないけど、ね、ドアーって爆走していただいて、まあ、金メダル取ってもらって、ね、はい、ちなみに6月30日優勝するって宣言した人がそこにいますけれども、ダダ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 ダなんかけれども、じゃあこっちにできなかった場合は鷹を放つんですよね。なので、はい、ぜひ皆さん応援してください。よろしくお願いします。BMXの朝日の彩香ちゃんです。イエーイ。じゃあ一緒にアズリューでワッショイって言っていただきます。はい、バイバーイ。せーの、アズリューでワッショイ。